イオシスゲーミン、イオシスゲーミン、ゲーミン、 DJ コがお送りします。バンされますよ、そんな嘘つき。いや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 、別にポルノじゃないでしょ、コウさん関係ないでしょ。まあ大丈夫ですね。ニコハルさん、ありがとうございます。 ありがとうございます。待っててくださって。動きますよ、動きますよ、我々、はい、ちょっとね、なんかまたね、新しい、いろいろ新しい環境になっちゃったから。そしてこれ今どこにいるのかもちょっとよくわかんないんで。わかんないです、わかんないですけども、なんかこんな洞窟みたいなとこ入ってたっけって今俺思ってんだけども。お、前回が2月の3日なので、そこで1ヶ月ね、経っちゃいましたね、この中で。そうだ、1ヶ月経ってるんですけども、そこでクエストをちょっといろいろやっていこうという回でございます。状態ですね。なんか本編はもうなんかもう神羅のあのね、本ちゃんのところに攻めてって、なんかエアリスを助けるみたいな感じだっけか。そうですね。で、結構ね、我々酔っ払ってたんですよね、前回ね。まあそうですかね。酔っ払ってこんなところに迷い込んでます我々は。まあそうだね。まあ飲んでますからね。飲みながらちょっとこうやっていくわけですけれども、はい、多分ね、そこら辺からね、俺の飲酒量増えてたのかもしれない。1月2月。それでなんか変になんか胃腸炎みたいな感じで熱出たのかもしれないですね。そう、チョコボで、はい、そういろんな場所に移動できるようになってるんですよ。そうだそうだ、そんなんありましたね。うん、ギルは、そう、まあ、それなんか無駄になんかチョコボで移動したりしてたような気がする。そうやってました、やってました。まあギルはね、いくらでもありますから。いくらでもね、稼げるしね、モンスターとか倒せばね。そうで、そうチョコボをね、今探してたんですよ、うん、チョコボがちょっと2体ぐらい逃げてるはずなんですよね、うん、でもう1ヶ月経ったから、もうね、どこにいるかなんて分かんないですよ、我々。そうですよ、うん、とりあえずさ、なんかクエストいろいろ並行してるからさ、うん、なんかいろいろ動いて、いろんなクエストやりながらチョコボも見つけたらラッキーぐらいな感じで良いのではないかなと思いますね。中さん、どこに行きたいですか？じゃあちょっとまずね、ちょっとスラムの様子をね、まあ、5番6番とちょっともう一回見直したいかなと。なんか変なね、5番行きましょうか。5番ってなんだよ、ススキノだっけ。ススキノ5番、うん、すすきの5番街でしたっけ。すすきのは5番だった。あ、ハイヤー、ハイヤー、あ、はい、すすきのハイヤーなんですね。あー、なるほど。 MK さんかな。いや、便利ですね、やっぱね。あ、でもかっこいい、 BGM が、うん、チョコボのテーマですね。あ、ちょっとあれだ、サープ系のアレンジのやつじゃない。かっけえなー、うん、アンセムですよね、チョコボ。まあそうだね、何のジャンルにしても合うしね、うん、特徴的なメロディーでなんか上がっちゃうよね、うん、クラブで聴きたいね。チョコボのテーマかかんないっすね。ブートレグもあんまないっすもんね、うんうん、あのオープニングの曲はさ、たまにアレンジバージョンかからんない。ててまああとなんかバトル系の曲とかはなんかある気がするんだけど。確かに、このマップこれで見た方が距離感わかるな、うんうんうん、このびっくりマークに行けばいいんですね、 いいんですね、うん、なんか目指しましょう。違うスラムへの通り道みたいな感じもするけども、この道、まあ、とりあえずまあそっちの方に行けば何かあると。そう、なんか近づいてるんですよ、うん、途中にもなんかあるでしょ、もうこの状況ですから。そうですよ、うん、もうなんて言ったって有事ですからね、もうプレートウォッシャーでしょ。もうプレート落ちたからもう何も落ちるもんないです、うんうん、よかったっすよ、受験前に落ちて。受験シーズンに落ちたらたまったもんじゃないですからね。受験生こんな配信見てちゃダメだよ。それ落ちるよ君。受験生はもうせめてね、もう水曜どうでしょうのさ、なんかあの受験生送るやつ、うん、なんだっけ、何編だったか、受験編みたいなのね、あるんですよ。あるんすね。どうでしょうの日本史みたいな。へえ。いや、だったかな、ちょっとタイトル忘れたけども、なかなか面白いんだけどさ。ネットフリックス契約したので、うん、結構ね、あのどうでしょうが見れるんですよ。ああ、そうなんだ。ちょっとおすすめのどうでしょうとか知りたいです。おすすめって言われてるな。一応ね、あの夏野菜スペシャルは見ました。うん、あれ
れ面白いよね。面白かった。いやどれが一番面白いかな。やっぱまあ海外系ヨーロッパとかが俺は好きだけども。やっぱヨーロッパか。まあ、好き好きじゃないかな。中田さんのマイフェイバリットどうでしょう。水曜どうでしょう。あーヨーロッパのフィヨルドでムンクの人形を使ってドラマを作ってるやつ。分かった。あれが一番好きかな俺は。まあというかそもそも俺北欧好きだからさ、あの音楽とかでね。やっぱあ北欧走ってるって北欧こんな光景なんだって結局車の中の光景ばっかりだけど、ね、どうでしょうかね。確かに。あ中田さん、あれ、はいはい、これはマームじゃないですか。マームだ。マーム、マム。いやいいねマム。上に行く方法を知らないか。マム。今はどこも限界態勢だ。ネズミ一匹取れやしないよ。我々はあのマム推しでやってますからね。クラウドでも。俺はエアリスが一番好きなんだけど。エアリスでもティファでもないでしょ。もうこれはマムでしょ。確かにね。やっぱなんだろうね。まあ我々の想像もいい年になってきたから、やっぱりこういうちょっと大人っぽい女性の方がね。もう。そうなんかね、ちょっと全然話変わるんだけど、今アイカツプラネットっていうアイカツね新シリーズやってんだけども、もうね今回ねリアルの女の子だ、女子高生なんですよ。でアニメじゃなくてもう女子高生がドラマパートとアニメパートと分かれてて、でも実写ドラマのパートを見ながら女子高生よりもその女子高生を導いてアイドルの道にね進ませるマネージャーみたいなね、なかなかこうかっこいいお姉さんがいるんだけども、ダメ、それはダメって今言ってましたよ、はい、ティファが。ああ止められましたね。止められましたよ、はい、導くお姉さんもダメって。我々は妻子も、妻子は持ってないけど妻持ちだから。あ妻持ちですかね。またちょっと妻まで言わせてもらうと女子高生よりもあの大人の色が漂う、うん、あのマネージャーさんの方が俺今一番推せるなって思って、すごい素敵な方なんだよね。なるほど、うん、やっぱり見るところがもう女子高校生とか中学生とかもうガキっぽくてね。でもちょっとわかるな、アニメはちょっとね話が別だけども、アニメは二次元はねちょっといろいろあれが違うから、まあ、リアルの人で見るとやっぱりね、うん、多分ね、まあ俺らよりは年下かもしれないけど、あのマネージャーさん、まあ多分ね、うん、30かそこらは実年齢はねちょっとわかんないですけどね、若く見えるからね、はいはい、うん、意外と40超えてるかもしれないみたいなね。はいはい、はい、まあ、素敵な女性、いろいろね探りを入れていってね、うん、素敵な方がいてね、まあ、何歳なのかはちょっと お近づきにならないでわかんないですからね、わかんないですけども、もう俺あの方を今推したい。もう主人公はもうどうでもいいとは言わないけど、可愛いけども、我々はどこに向かっているんですか。じゃあこれさ、なんかあれじゃない、なんだっけ、すすきののさ、なんか闘技場みたいなのがあって、あ、っていうか、コルネオではないか、コルネオ屋形、こんな感じじゃなかったっけ。いや、違います、ここね、宿なんですよ。あ、宿、宿に来てるんですけど、じゃあ、マームが、マームの、もみほぐし、手もみんの、うん、あとなんですよ、なんかこの近くにね何かがあるんですよ。わかります、このびっくりマーク。あー何かいますね、何かがあるなと思って来てるんですけれども。でマムのねちょっと別、はいはい、あおい、うん、みんな、ま、待ってたんだ。おい来てたと思ったのにさ。そういう感じ、建物の中には入ってくれない、まあ狭いしな、男子トイレだからってこと。これなんかあれだね、モールっぽいね。モールっぽいですね。めっちゃ札幌の箱の話しましたけど今。全然この二人乗り気じゃないんだが。ま入ってこないってことはここイベント関係ないよっていうことかもしれないよね。そんな。ダラダラは最高ですよ。そうですね。僕もそう思ってますよ。そうですね。いや、いいもんですよね。やっぱ家で行け、おうち時間っていいもんですよ。そうなんです。一番の贅沢ですよね。うん、今はもうね、家でできることはもうね、山ほどありますからね。そうです、そうです。で、大事なことね、部屋の掃除とか全然しないのね。いや、なんかやっぱそこはダラダラですから。ダラダラしちゃってさ。ダラダラしちゃうから。逆にちょっと仕事してる時の方が片付けてんじゃねって思うもん。ああ、ありますね。うん、全然なんか、あそこ片付けたかったんだよなっていうところいっぱいあるんだけど手つかないんだよね。お、あらあらあら、お、ペティちゃん、ベティ、あ、うん、誰だか忘れたけど、猫をね飼ってたんですね。あ、はいはいはい、マリンは、マリンは大丈夫、うん、お、元気だぜ。いや、よかったよね、よかったな。
せめてね。またかい？ほうほうほう。お、あ、出た。ディスクいっぱいあるよ。いい子じゃないか。いいね。DJ の素質あるんじゃないこいつ。確かに。見つけたら持ってきて。そしたらレジ、みんなに聞かせてやれ。いや、こういうとこバレットかっこいいよね。かっけー。子供に対するこの紳士の振る舞いっちゅうの、かっこいいよね。元気にしなくちゃ。かっけーよ。いいね。みんないいやつだ。集めたディスクをこうぶち込むってこと？そういうことですね。お、なんかナンバリングがなんか大体揃ってないこれ。結構ね、あのディスクに関しては行くんですよ。うん、この曲なんか落ち着くね。あ、いいね。あの落ち込んだ女。私も近くで聞いていい？この曲昔好きだったの。もちろん。すげえな、なんかこんにちは。ここにいそうだね。ジャスラックです。ジャスラック来ちゃう。関係ないんですけどね。いやでもここにジュークボックスになんかいろいろ持ってくればいいんですね。うん、あ、この人もあれかな。いろいろね話聞いたら、もっともうちょいちょっと話聞きたいですね。この人だってビビってますもん。びっくりマーク出てますもん。うん、そんなことはないですよ。なんか聞きましょう。あー、ないか。なんかちょっとね、過去エピとか出してくれるかなと思ったけど。それ皆さん何か何かこう、あ、でもあれか、この人たちに響く音楽を持ってくるんだ。 DJ じゃん。 DJ DJ ミッションじゃんこれ。やるか。来ました。本気本気出すごめん本職が。恋のマイヤヒをちょっとまず。あれは上がるね。上がるけど、うん、誰だろうな。なんかみんな同じ顔しちゃうなきっとね。いやちょっとでもいいミッションゲットしましたね。うんうん、むしろ今の手持ちのディスクをあれに入れられるっていうことではないよね。あれは手持ちのディスク表示されてたんですけども、うん、なんか条件があるらしくて。条件、さっきのなんか、うん、お休みまた明日は、うんうん、この女の人、うんうん、が響いたやつだったらしいんですよね。うんうん、で他に何か響くディスクがあるらしいんですよ。うん、めっちゃ上がってんなこいつ。すげえ上がってんな。ノリノリだね。お休みまた明日だっつってんのに。すげえな。いやでもこの人たちに響く曲を持ってくるのが、うんうん、今の手持ちはもうはかけらんないの。かけらんないというか、さっき見たんですけども、うん、なかったと思うんですよ。うん、ちょっと見てみますか、もう一回。うん、ほら これを、あ、これをかけられるってことではない。あ、かけられますけども、なんかあのびっくりマークがついてて、あ、はいはいはい、あの開放条件みたいなので、はははは、はこれ丸ボタン押したろ。ヒップでチョコボウェイ。この曲じゃない、この曲じゃないみたい。ほら、みんな元気にはなってないね。まだぼんよりしてるね。全部かけてみたらいいんじゃない。いや、さっきびっくりマークが出てたんで。ああ、そうなんだ。そうそうそう、なるほどね。ヒップでチョコボ。ヒップでチョコボでそれやってよ。だよね、それ見たいよね。なにそれ、お休みまた明日だよ。謎ですね。お前とは気が合わないな。まあいいや、行きましょう行きましょう。はいはい、なんかそうですね。まあまあ、集めディスクを集めていくっていう感じですね。うん、ディスクはね、うん、そのうち集まりますからね。でも結構これ長いクエストな気がしますね。うんうんうん、いろんなところまで変なところにありそうだね。そうですね、いろいろ行かなきゃ無理なんでしょうな。瓦礫の下にディスク落ちるかもしれないもんね。いや、そこまでやられるとちょっとちょっときついよね。きついですよね。どこ行った？私見たんだよ、神羅兵がコルネオさんの館に入っていったのよ。コルネオさんの館に入っていったの。あ、びっくりマークが近づいてる。うんうん、こっちか、こっち、うん、お、16、10、15、14、19、8、うん、お、あ、離れた離れた。
この辺か。お前かい。あ、チョコボの話。チョコボいるじゃん。これあの連れてきたチョコボってことかな。そういうことか。何匹か連れてけたよね。そうですそうです。話聞いたりね。とりあえずチョコボ帰って。あ、よかった。残り2羽、うん、残り2羽もこの調子で頼むわ。五番街の裏通りでチョコボの鳴き声を聞いたとか、教会の方へ向かうチョコボを見たとか、うん、情報はこんなところだ。五番街チョコボだ。頼んだぜ。 OK OK。 いや、チョコボいいですね。なんかいろんな、そうか、いろんなびっくりマークが混同されてるんですね。ちょっとどっかで行けませんでしたっけ、このなんかクエストのクエストの進捗を知りたいな。あ、なんかあったよね、途中のクエストを確認するみたいな。そうそうそう。あ、この画面じゃない気がする、ね、そんな気がします。いい街だ。いい街だが、あ、お前さっきも言ったな。うちのチョコボは優秀だからな。無事だと思うな。いやね、うちのチョコボ自慢みたいな。チョコボ自慢がすごいんですよね。ちょっとね、なんかチョコボ動画いろいろ撮っててほしいよね。あ、うちのチョコボこんなに可愛いですみたいなやつね。うちのチョコボを自慢してみた。でもこのびっくりマークはクエストのマークであるんでしょうね。うん、うん、まあ、そういけば何かが起こるということだよね。でもクエスト解決のマークではないわけですよね。うんうんうん、そのびっくりマークのなんかあの、うん、なんでしょう、色が違うやつが1個あるんですよ。はいはいはい。あれもちょっと気になるな。うんうん、お、びっくりマーク見っけ。びっくりマーク。スラムの下に神羅の施設があったなんてな。ああ、なんかありましたねその話ね。あったよ。あ、お、なんつったっけ。そうだい、おっかちゃん、マーレ、マーレさん、うん、ありがとう。焦らなくて大丈夫です。自分のペースで歩いてください。はい、準備ができたら出発しますよ。はーい。じゃあ走ってるのにおら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 って歩かないやってもいいよね。バッキバキに走ってるけどね、うん、こっちがなんかいっぱいなんかありません？うんうん、さっきなんかプレイ始めていたのなんかこの辺かな、なんか洞窟っぽい。あ、確かにやっぱ洞窟にクエストが溜まってたってことですね、うん、ってことかな。いろんな記憶が蘇ってきてますね我々にもね。少しずつ、少しずつね。ここあれじゃない、エアリスと通ったあの思い出の廃墟デートみたいな感じのところなんじゃないですかこれ。エアリスと通った思い出の廃墟デート。そんなちょっと言い方がね、言い方がちょっと変だったけど。エアリスと通った思い出の廃墟デート。3回言いましたね。そんな繰り返さなくていいじゃん。いやいやいや、だってエアリスは本気でしたよ。本気でしたね。これどこ行くんだ。なんか行けないっぽい感じ。あ、でも階段がね、いろいろあるんですよ。うん、難しいよね。難しいんですよね。やっぱこっちの画面の方が分かりやすいかな。違うよって言うんだったら違うよって言ってくださいね。こっちで、こっちに行けないかな。おやすみなさいとね。でもまあ確かに寝る時間でもある。あ、ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみなさい。寝ましょう、うん、眠くなったら寝る。 DJ ウトさんは、ウトさん、ウトさん、ユウトさん、え、ウトさんって、あれか、3月、
4月というか次、はい、ナゴミックスよろしくお願いします。ナゴミックスの、そう、はい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 、頑張ります。なんかすごいメンツですよね。すごいメンツなんですよ。すごいメンツですよね。ちょっとゲームなんてしてる場合じゃなかったかもしれないですまあまあまあ、それは我々のペースですからね、うん、もうもうもうがっつり、あ、敵いますわ。ちょっと買っときますか。人狩りますか。人狩り、人狩りときますか。なんか最近ちょっとモンハンの話題も聞くからほらほらほら、人狩り、人狩り、これをやると告知タイムがもらえるんですよね、はいはい、そうなの。お、告知タイムですよ。じゃあ告知お願いします。ナゴミックスのイベントに出ますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、それだけじゃね。ナゴミックスなんだろうってちょっと思っちゃうけど渋谷です。あ、渋谷なんだ。名古屋じゃないんだ。ああ、確かに。でも名古屋かなって俺できる街だ。違いますよ、渋谷でございます。渋谷で、渋谷にね、ディスクユニオンのなんかでかいのがまたできるらしいんですよ。ん？またできる？またできるっていうか、まあ、ディスクユニオンね、東京にいろいろ何店舗もあるけど、ありますね。なんかね、ロックに特化したディスクユニオンがね、できるらしくて、ロックっつってもあのもうメタルとかパンクとかもひっくるめた抗議のロックを取り扱うのが渋谷にできるっていうニュースをこの間見て、うんうん、ニュースっていうか俺あのディスクユニオンのツイッターフォローしてるから、うんうん、超行きたいんだよねディスクユニオン大好きで。いやー、やっぱ行きづらいですからね、いろいろ。うん、まあ、ただね、あのオンラインでね、中古とか、まあ、新品もね、もうね、うん、お安くね、いいっすね、売ってくれるのでね、本当にありがたい。この間もちょっとね、久々に欲しかったやつをね、ちょっと買いまして、5000円で送料無料になるからね、ちょっとうまいこと5000円ぐらいになるように計算してね。なるほど。まあ、ありがたいんですよ、ディスクユニオンさん。あれ戻ってきちゃった。戻ってきましたね。なんか地下をただ通っただけみたいなモンスターをちょっと買って、あれ戻ってきちゃった。別にクエストがあったわけではないとと思いますよ、うん、あ、あれこの地下すらまた違うのか。こっちか、うん、湯河原さんは渋谷に行ったことはないと。渋谷行ったことない。もうね、今行きづらくなっちゃいましたからね。まあ、まあ、だろうけどね。まあ、東京だとなんかまずなんか、あ、でも俺もそんなに何回も行ってるわけじゃないけど、なんかまあやっぱりイベントとかでね、渋谷に行くことはあったのでね。お、はい、フィールドで、はい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 、おしっぱいにするとどっからでも、え、そんないいんですか。超便利じゃない。あざす。あれだ、ドラクエのリレミットだよね、あのダンジョンから抜けるやつってことかな。それがボタン一つでできちゃうってこと。試しに出てみます。まあやってみましょう、やってみましょう。おお。あ、そういう風になるんだ、ね。なるほどね。はいはいはい。練習ですよまず。じゃあもうこれあのバンバン地下潜ってさ、そうそうそう。やべえなと思ったら逃げればいい。逃げればいい。っていうことができない。バトルチャーできないのかな。散々テキーラが飛んできて、やべえなって思ったら、あ、L1 L1 を長押しっすね。あの DJ 体験ゲームみたいな僕ナゴミックスですげえ飛んできたら L1 ずっと押してますしかし何も起こらなかったトイレで L1 押してるかもしれないですね地下から雄たけびを聞いたという報告もあったが、その地下がこちらでございますね。うん、これはなんか言っといていいんじゃないですか。何か行きましょう。いいんじゃないですか。これはなんか前よりモンスターがね強くなってるとかあったら、これもうあのなんだろう、経験値稼ぎにはちょうどいいね、 RPG としてはね。周回みたいな感じですか。うん、周回プレイができるところなんじゃないですか。やりましょう。うまくいかなかったら L1、 うまくいかなかったら L1 うまくいかなかったら L1 そんな念じるほどのことはうまくいかない前提で話してるみたいになっちゃいますね、うん、これまあまあやっぱね軍人はね、やっぱり最悪の事態を想定して動けなければいけないっていうね、よく聞きますからねあら人もいる。あ、マップちょっと変わってんのかな。うん、本当だ、自分進化が崩れたから。じゃあ以前通った時とはもう全然違う。まあ以前も覚えてないですけど、覚えてないですけどね俺も今それ読むと思ってすごい今電気とかバリバリいってっからさ、こんなとこ潜ったら危険だよねこれ絶対。ん、これこっちしかないのか。あ、向こうはもう
あ、向こうには行けない。行けないというか、ジャンプしちゃいけないんだ。行き止まりでしたね。うん。FF メインテーマ。メインテーマは持ってる。あ、持ってる。ロッカーとか一個一個開けて、ね、中身確認したいけどね。そういう感じじゃないね。オラオラ。ふざけんな。あ、これなんか広い。あ、地下から。地下からうなり声が聞こえる。隠しボスみたいにいるんじゃない？これもしかして。これやばいぞ。地下の奥っすよね。うん、なんかもうやばい雰囲気じゃないよね。しかも特になんかどうだろう。そいつを倒せみたいなミッションもあったかな？あ、もうなんかいますよ。いますね。ちょっとあれぐらいならまずちょっとうなり声ではないですね、きっとね。ちょっと喧嘩してみましょう。そう。お、バースト。バース。バース。うい、うい、うい、うい。楽勝ですね。楽勝ですね。あ、結構強いんじゃないですか。うん、もしかしてこれ。うん、お。いや、こいつ強。こいつ何？めっちゃ動きますよ。俺だ。アサルトモードでしたっけ？なかなか動きが。あれ？どこ打ってんだ？結構ね、バーって動くから、あんま大振りでやるとちょっとなんかもったいない感じは。確かに。これでも全然効いてないですよね。これをちょっと一旦辻切ってみつつ。はい、入ってます、入ってますよ、多分。入ってますね。入ってますけど、なんか魔法とかなのかな。なんだろうね。氷。お、あ、は、入りましたね。まあ、まあまあいいんじゃないですか。うん、ほら、撃たれてる。うん、今バースト状態、これ殴った方がいいんですか。ほら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 。ほら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 。これ、ティファ、ティファ頑張れ。入ってる、入ってる。ティファはこういう時。ナイスナイスナイス。いいじゃないですか。ちょっとクラウド回復したいですね。いやーててててーてーてーて鳴らしてほしいですね。ちょっとね、バレットが歌っちゃったりするんだよね、あの口で言うだけですもんね。まあまあまあわかるけど、普通にジングルとしてね聞かせてほしいよね。そうですよね。いや、ていうかさっき休憩ポイントありましたよね。あ、ありましたね。あ、そっかそっか。回復すればいいんだ。ポーション使ってしまったので、うん、あれですけど、俺がなんか余計なこと言っちゃった。ここに来れば一撃で休めるスポットっすよね、うんうん、パワースポットがあるから。スーパーベンチ、うん、まあこれあれじゃないですか。なこうなるとね、こうしてちょっとずつこうね戦いに慣れていく、なんか地下闘技場みたいな空気もありますよね。どんどん深みに行く感じですね。、うん、あ、復活してる？もしかして。そん、あ、違う。あ、はしない。別の、うん、いや、する可能性もあるかなと思ったんだけども。別のか。ちょっと今日このクエスト達成したいな。うん、でもここを登るときっといましたよね。うんうん、ほら来た。お、ちょっとずつ強くなってるんじゃない、これもしかして。え、なになに。覚悟はいいか。覚悟はいいか。なんかそれぞれなんか弱点が違いそうな。あ、ブロックされてる。物理耐性不要みたいなの書いてるね。マジック。あ、でもこれ系だって機械だから、うん、とどろくでしょう。バンバンサンダーしたらいいんじゃないですか。とどろこうぜよ、とどろこう、とどろこう。とどろきがちですよ最近の自分は。なんてこのレベル来てもまだあのサンダー1本なんで、そろそろサンダラとかね、サンダーの上位版が出ても良さそうなもんだけど。確かに結構ガッツリ打たれてんな。なかなか打ってくんね、あの上にいる連中が。誰だ。あ、でも魔法を打っとけば良いのでは。ほら、とどろけ。入ってますね。サンダー魔法強いね。とどろくな。とどろいてるね。サンダーとどろくな、随分な。これ、え、今当たっ、あ、でもか、緑色だ。うん、緑色ってことは。なんだあの緑は。ブリザードとかどうなんですか。どうなんでしょう。
係しよう。頑張るね。ブリザ、ブリザ、ブリ、ブリザードを。今どうなったか分かんないね。ちょっと分かんないけど、アングルが良くないね。ちょっとよく分かんないな。カメラアングルは良くなかったと思う。あ、でも一応ダメージ入ってるから、まあ、あ、なんかマテリアが強くなりましたね。ブーストマテリアがあったみたいですね。やったぜ。マテリアが揃ってればサンダラとか右押すと選べます。右押すと、右を押すと選べるらしいですね。魔法のあの、右カーソル出ますから。なるほど、それかもしれないね。育ってるね。育ってれば。いやでもなんかサンダーつけっぱなしだからそこそこいってる気はするんだよ。もう育ってるでしょ。お、試しに、はい、あ、まだだ、うん、なんか試し、試し、うん、サンダラやってみたいですね。試しサンダラをあるケアルラもある。ケアルラサンダガもある。ガサンダ化したい。MP が一気に減りそうですけども。あ、入りましたね。うら、雷落ちましたね、がっつり。これがガですよ。ガガ、なんじゃらが、うん、なんだがなんだがね、なまってる人みたいなね。ナンバガみたいな。ナンバガ。いやでも我々育ってたんすね、ここまで。育ってますよ、プレイ時間そこそこいってますから。確かに。今ですね、なんか出ましたね。なんか出ましたね、アルキマニア。あのね、歩数を計算するマテリアが確かあったんだよ。あれがなんか、M、なんとかアップ、何かがアップするマテリアに変わったらしいですよ。ほう、どこにあるのかちょっとよくわかんないんだけど。あれ、そっか、サンダーだけだ。でもガー言ってんの。ガ、そうですね、ケアルはケラ、ケアルガー言ってる。ガオン、ファイラーまでしか言ってない、うんうん、ブリザドー、ケアルラーまです、うんうん、ブリザラースもこれ、うんうん、エアリスもラーまですね、うんうん、やっぱサンガーまで言ってるのがやっぱ強いな。リズムがなんかよかったですね。ガーまで言ってるから。ガー、あ、でもそんなに一撃いいっすよ。うん、お、何かいますよ。マテリア、なんでこれ取っちゃおう。レイ、レイキ、うん、アザース。俺ね、あの、同じマテリアなんか、なんだろうね、結構ありますよね。あるから、どうなの、これ、この、ま、新しいマテリアを拾うことによる旨味はあんのかなってちょっと思っちゃうけど。マテリアの何かこう強化みたいな、もうあれですよね、そしゃげのですよね、うん、なんか ね合成というか強化だよね、アップグレードみたいな、うん、お、あ、これか。まあいいや、なんかちょっとよくわかんないからいいや。武器のアップグレードみたいなのもあるんだっけか、確か。いろいろ強くできるんだよね、結局ね。そうですよね。まあ一旦クラウドの、はい、マックスになってる。うん、あ、マテリアがあるからキャルガが使えるんですね。キャルガが使えるんですね。マックスになってるやつを例えばレベル上げの時だったら、この、なんだろう、この AP が少ないやつを入れて育てさせるとか、そういうことか。まあ、ボス戦の前だったら強いやつに入れ替えるとか、多分そういうことだと思う。結構マックスありますね、今見ると。うん、多分つけっぱだったからじゃない。つけっぱですもんね。わ、ちょっと変えますか、ちょっと 育てましょう。そうですね、うん、まあ、今後ね、うん、生きてくると思いますよ、それは。バレットがやってんだったらいいや。これをこっちにして、あ、これはまだ 育てがいがある、うん、オートケアルは何かに、なんかマジカルラブリー最近熱いんで。面白いね、マジカルラブリー。マジカルラブリーいいっすよね。M1 覇者だよね。覇者ですよ。もう非常に良かった、はい、いやちょっと祈ってみますか、試しに、うん、ちょいち
りなんか他のねテレビで見てても、まあ、面白いねやっぱりって思います、ね、いやいいっすさすが王者ですね。いや王者の風格ですよね、うん、マテリア霊気あまだこれらはまだまだ、うん、あイフリートもあまあでもイフリートはつけたいな、うん、召喚獣他にねちょっと選択肢あるんだろう。なんか新しいのゲットできなかったっけか。いやまだいないんすよ。いないんだ。デブチョコボぐらい。ああなんか全部そうか何かマックスになってる。そうなんですよ、うん、デブチョコボマックスってね。おなんかうなってますね。なんかこういう風にさなんかちょっとずつさねうなり声が聞こえるみたいに出されるとめちゃめちゃ強いのいるんじゃねってちょっと不安になりますね。そうですね、うん、だってこの時点で聞こえるってことは、うん、潜れば潜るだけでかいですからね音的にね音的にねそうそうそうデシベル的にね騒音光害みたいな感じになってますからね。相当鳴らしてんなおいっていうね相当なノイズポリューション、うん、でっかいスピーカー積んでんなってねポケモンでいうドゴームみたいな感じになります。はいポケモンちょっと俺わかんないけどそうポケモン俺はわかんないけどうちにゴクリンのでっかい人形があるっていうのはわかります。ゴクリンは好きな人多い、はい、うちの嫁が なぜか一人暮らしの頃から持ってて今の家にも持ってきてゴクリンなかなか優秀なんですよ。すげえでかいクッションとして使えるからゴクリン。あおっさお疲れーす。あさお疲れーす。あざーすどうーす。元気になりました永田メタルです。 DD 永田メタルが元気になりました。元気になって女の子になっちゃいましたねそうですね。そうたびたびこの姿でねお会いしておりますがよいしょしねえかさてさてはいはい。地下からうなり声だから、うん、地下に行った方がいいんですよ、うん、ほらうなってんな、まあ、階段降りることにね聞こえますね。本当だ階段を降りるのを目標にしていけば目標にだからなんかマップ見る感じはさなんかこの、うん、上に行くのか下に行くのかみたいなのあんま書かれてないかな。だってここだいぶ下行く気ですよこれ、うん、だいぶだね。どうしよう不安になっちゃう。勝てんのかな。あのやばいと思ったのが L1 あ確かに L1 やばいと思ったら L1 戦闘中でも使えるのかどうかね気になるけども。やばいと思ったら L1 やばいと思ったら L1 まだいけるこの辺は大丈夫。なぜなら装備を整えたから整えまあでもちょっと弱くしましたよね。ああそうか育てるためにね、うん、なんかクラウドちょっと食らってんな、うん、なんか状態以上になってますね。状態以上は大丈夫大丈夫我々も状態異常だから肝臓がそういうことなのそこリンクしちゃうの。リンクしますよ我々だって状態異常、まあ、そうですね。だんだん動きが悪くなるのは我々のせいですからねクラウドさんがね動きが悪くなったらねその程度の状態異常でギャーギャー言ってんじゃないよ、うん、そうですね我々なんてもう肝臓だいぶ言わしてんだから言わしてるよそうですねはい多分ね結局発熱したのも飲みすぎなんだよね。もう何回も言ってるけどもいろんなとこででも飲みすぎは、うん、確かに体に悪い一面もありますけれども、うん、その分幸せな時間を過ごしたじゃないですかあそうだねそれは間違ってないよそう本当にねだからねだから酒は悪ではないってことですよ。そう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 そこは大事ね。酒が悪いんじゃないんだよね。そうお前が悪いっていう方ね。沈黙の臓器が悪いんです肝臓のせいにしちゃうの大体そうじゃないですか。なんすか沈黙って言わなきゃ分かんないです。言われないと分かんないよね。そう意思表示してもらわないと。いややっぱ報告連絡相談ですよね。それが足りないんですよ。うん肝臓はうん肝臓特にね、まあ、結構臓器系そういうとこね臓器さんそういうとこはあると思うんだけどね。一番なんか胃ばっかりね主張するよね、うん、胃がね胃はね結構ね声がでかいんです主張するよね。胃でーとかってすぐ言うんです言うね胃だたたたたたとかってすぐ言うんですけど胃はね
それに比べて肝臓っすよ。そうですね。まああと膵臓とかも腎臓とかもよくわかんないですからね。あ、こいつじゃないですか、やばいの。ボスじゃん。クエストだから。これちょっとあのクラウドさんだいぶダメージ受けてる状態だから。ほら、ベヒーモス？これベヒーモスやばいでしょ。まず回復させた方がいいんじゃないですかこれ。いや、まずはい、ケアルガガガ、あ、いやいやいや、はい、あ、メガポーション、はい、うぐー、これちょっと初の戦闘負のあるんじゃないですか。ベヒーモスゼロ式って何？ゼロ式かっこいいな。どうでしょう、まず何が効くか。下半身、うん、下半身から、はい、いやいやいや、強いんじゃない、え、これ何、これ何何何、強いんじゃない、やっぱ仕上がってない、仕上がってないですよ、全部ブロックされてる、ブロックもされてる、これが1ずつぐらい食らうのか、うん、多分なんだ、物理でそのまま押してもこれダメそうな感じじゃないですか。いや、バレットさんが、うん、ある、入ってっけどね、ちょっと距離置きたいよね。いやでも詰めてくね、早いから。なんだと、ここで、ここで、あ、さっき装備変えたからサンナガとか使えないんだそれだ結構急に来たからこれはね、いや、これあのちょっと負けてもしょうがないと思う。なんかちょっと一回戻す感じに、ね、一旦でもファイヤー、うん、まあまあ、この状態でどれだけできるか。なんか結構ね、なんかいきなり来ちゃったからこれはもうちょいあるでしょ、だって、うん、ちょっと装備整える時間欲しかったですね。時間というか、これなんすか。あ、でも、あ、いい、下半身が緩い、うん、今緩い、ね、ティファが殴ると下半身が緩い、落ちそうですけども、邪魔だは言い過ぎでしょ回復はできたよ、下半身緩いぞ下半身緩い俺だ、俺がお腹緩いみたいな感じで言われてるティファが殴ると下半身緩いな。おっさんだからかな。そうっすね、所詮ベヒーモスといえど鼻の下伸びちゃうみたいな、ね、くそー、そこで上半身をバレットが狙う、うん、上半身なんかブロックされた感じじゃない、なんか見た感じ、下半身をまず物理でこう落としたらこうガッとこう体勢が下がってみたいな。あ、ティバやばいですね。あ、回復しましょう、はい、あ、これ下半身いける、下半身はバレットでいける、うん、下半身落としたら次の展開になるじゃないですか。これは下半身はバレットのガトリングで沈められる、はい、うん、こっから上半身ですよ、うん、あ、いいね、下半身が落ちて、これ下半身落ちた、うん、顎が下がったところにアッパーが決まるみたいなね。グレネードボム打ち続けて、あ、これ結構ガッツリいったんじゃないですか。角はまだダメだな、 V 破壊してて、でこの後何がどこに効くかだよね。辻斬りを、はい、まあまあとりあえず言っときますか。角をやんなきゃいけない。もう入ってますよこれ。入ってる。入ってますよ。やっぱ下半身狙ってよかった最初。あ、でも上半身も強え。うん。あ、下半身復活した。あ、なるほどね。多分下半身をあのダウンさせるみたいな感じなんだろうね。なるほど、面白くなってきた、うん、これはいい試合じゃないですか。バレット死にそう、うん、でも下半身はバレットに弱いってことが分かりました下半身担当ですね、うん、バレット。あ、ブロックされてますね。いや違うな、今はティファか、うん、最初は任せる、うん、そうだね、ちょっとここはね、小回りの効くティファーをうまいことを。そうっすよね。いや、よく入るよね、このね、ごつそうな。あ、なかなか飛ばされますね。結構いきましたね。
からリミットをサーマーソルト、ね、下半身に向けて打ち込みましょう。下半身に、あ、それ、あ、それ、あーあーあーちょっと距離ありましたね。もう少し近寄らないとこれダメでしょ。全然でしたね、今のサマーソルトの練習をしただけでしたね。そうでしたね。かわされたとかじゃなくて完全に見当外れ。そう、練習、練習でしたね。あの家でやることを今やりました。あ、クラウド行ってないな、うん、あ、やば、エーテルは MP か、 MP ですね。じゃあメガポーション、うんうん、ここでポーションを、はいはい、組みつつ、うんうん、え、なになに、わかんない。いや、追われてましたね。下半身でも強い、弱いでしょ、だって、うん、うまいことね。下半身、おら、うん、てめえの下半身を、攻撃を避けながら下半身にダメージ与えて、まずそうですよね、下半身、上半身崩すってことだよね。お、来た、おら、うん、あ、入ってますよ、おら、おら、おら、そしてこっから上の方にバシバシ叩いていくっていう感じで、これ意外といけんじゃないですか。頑張れ。そうね、ここにね、リミット技とかぶち込めたら、そうなんですよ、気持ちいいんだけども。俺の見せ場だ。どうよ。ブロックされちゃう。なんか、うん、テンション下がってんな。今なんかリミットが使えた。いや、でも今ここで飛んでった、飛んでった。そっか、下半身落とした時でも、ここで辻斬りを、はい、上半身決まるか。おら、きた、はい、バースト、きたろ、これ殴れるでしょ。おら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 、これいけんじゃないですか。いけるいける、誰か強打、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 強打しよう、強打、強打。あ、立った。え、やだ、まだまだまだあんの。あ、回復できるかな。メガポーション、あー、やだ、トイレ行きたい。ちょっとこれポーズはできないよ。あ、でも、あ、倒した、倒したになった。お、倒した、倒したでいいのか。なんか今すごい変身しそうな感じ。そうそうそう、びっくりした。ベヒーモス強っ。うん、いやでもね、なんかこんな装備弱くした状態でもこれちょっと普通に負けるかなと思ったんだけど、いや負けると思いましたよ。行きましたね。これなんだろう、箱だ、うん、え、でも奥ありますって、うん、ベヒーモスゼロ式って書いてた。ゼロ式まだいるんじゃないですか。1式、2式、うーん、怖いですね。どんどん強くなっていくんじゃない。え、ちょっとね、突然出る可能性があるから。だってさっき突然出ましたもんね、うん、ここはちょっとやっぱ装備整えといた方がいいんじゃないですかね。念のため、念のため、そうっすね。いやでも、うん、こっちに行けないでしょ。さっき通ったとこな気がする、うん、こっちに行ってベヒーモスがあったんですよ、うん、ちょっと分かりづらいよねこの辺のね、マップも急にいたから、うん、なんかね、なんか名前書いてもらわないとここにいますってね。そう、ちょっと分かりやすくやってほしい。ベヒーモスの部屋具合なんで、そして一番奥にいるんじゃ、うん、封印されてたんじゃない。封印されし、うん、ベヒモス、うん、まあ、でもここ最後じゃないですか。ここ以降ないっすよ、うん、まあ、うん、クエストエネミー倒したって出たし、ここはこれで一回戻ってもいいやつなのかも
地上に戻りましょう。まあなんかねアイテムあるかもしんないけども、まあまあまあ、まあ、とりあえずいいんじゃないですか。いいんじゃないですかこれ、うん、これでうなり声クエスト終わり？もしかしてうなり声クエストなんかこすごい閑静な公園にいましたよね。だってうんうんうん、あれの地下にあれがいたんだね。あの公園の地下に遊ばせちゃダメだあんなとこで。あね、よし来い。お疲れ。地下のモンスターを倒した。お、よかった。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。負けんなよスラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これキャノンボール受け取ってくれ。やった、懐かしいフレーズが。あ、クエスト1個クリアした、うん、やったざす。おめでとうございます。じゃあちょっとお手洗いに行ってきます。はい、すいません。じゃあちょっとこのね様子をコメント少ないのはねごめんなさいね。みんなまだねそんなにもうそんなにそんなにあのゆったりやってるやつなのでな。あのにごはらさんも無理なく程よく付き合っていただけると嬉しいと思います。ちょっととりあえずこの公園の様子も見ながらお話とか聞きながら。あ、これブギアか。まず操作の仕方もあんまよくわかんないんだけど、武器はこういうのはありますと。ソーサラーの腕だってかっこいいですね。名前かっこいいのばっかりだね。アクセサリーも売ってる。ラフスケッチゼロ式が来たよ、はい、ラフスケッチゼロ式ちょっとじゃあ、ボイドさんですね。いやいやいや、ちょっとなそう見えないから見えないからね、あれなんだけども。ボイドさんは FF はこれ経験者ですか？はい、ワンじゃねえや。オリジナルの方やってますよ。オリジナル、オリジナル、オリジナル昔のやつをやってた。そうですそうです。セブンのリメイクと、セブンのリメイク前のセブンとかはやってた。リメイク前のセブンとインターナショナルと、はい、はいはいはい、インターナショナルなんかあるんだ。そう、 FF インターナショナルっていうのがありましてですね、FF セブンインターナショナルと、うんうん、インターナショナルっていうからには会話が英語だったりするの？いやいや、海外で出されたやつなんですけど、なんかストーリーの裏側みたいなのをちょっとやってて、あの謎がちょっと解けてくるみたいな。 F7 やっただけじゃちょっと分かんない謎みたいなのあるんですよ、ストーリー。そうだね、うんうん、なんかいやそう、俺まあ結構だいぶ昔だからね。あ、そうか、やったんですか、うん、あのね、あのリメイク前のプレステ、初代プレステの頃はね。ザックスって誰やねんみたいな。そうそうそう、分かんなかった。それがインターナショナルだとちょっと描写されて分かるようになる。なるほど、より深く、より深くストーリーをね。ゲーム性は大体同じだな。ゲーム性大体同じ、うん、なんか敵いいじゃないですか、でかいやつ宇野くんいないから言うけど、あ、危ないアルテマ、アルテマウェポン的なやつ出てくるじゃないですか。あれが増える。増える、そう、なんか1体か2体か増えてあとは、マテリアも増える。うんうん、マテリアの種類が増える。なんか1個か2個増えてた気がします。ネタバレ生放送してましたネタバレってネタバレってほとんどことは言ってないよネタバレダメでしょいないうちにちゃんとね、ボイボイがね今ちょっと喋ってたんだけどもちゃんとそこもねケアしながら。あ、これちょっと今ね近くの武器屋の様子を見てた。おお、うん、だから宇野さんあれですね、これ放送終わったやつもう一回見直したらダメですよ。絶対見ないですいや、そこまでねやばいことは言ってないはず、多分。二度と見ないですんーと、あ、うん、この公園のあんまり移動してないですね。あー、移動してないですね。ちょこっと、うん、近くの人に話したらビギアだったって、そういう感じですね。まあ確かに話しかけたくなる感じですもんね、うん、オールバックだし。俺がトイレに行ってる間にいや別に何も変わりはないですよ。何があった？大きな変わりはまあクエストをクリアしたって。クリアしましたよね、うん、よし、はい。このクエストを、はい、
ついでにそのクエストをなんかこう見るやつとかってないですか？あったと思うけど俺は覚えてない。タケさんに聞けば分かるかもしれないけど。ボヨさんいやボイボイはこれやってないでしょ。あ、そっか。ちょっとタケさんがこっちに来た時に聞いてみましょう。クエストエネミーレポートじゃなくて、お？あ、タケさんが違う。タケさん、あのイベント進行中のイベントを確認するみたいなのってありませんでしたっけ？あのフィールドに戻ってもらって、うん、タッチパッドを押すとかじゃなかった？あ、R2 あ、出ましたね、これだ。あ、これですね、ありがとうございます。きた、うん、うわ、手下の恨みとかなんかマム出てるけど、なんか全然そんなかったっけ。我々すげえ話してたからマムに夢中だったから分かんないですよ。1ヶ月も受注してますよ、それ。そうなんですよ、覚えてねえ。ウェッジとマリンが危ない。エアリスの家に向かおう。これだけやりますか？そうだね、それはちょっと結構重要度高い気がするね。ダメでしょ、だって、うん、絶対にやんなきゃダメだ。エアリスの家ってどこでしたっけ？エアリスの家まあ、あの 5番街か6番街のどちらですよね。6番街かな。7番街が終わってるんですもんね、うん。なあ、あのチョコボ使えればちょうどいいかったんだけども。チョコボどこだ。だからまあ多分この辺取ったらどっかに行けるでしょ。さ、最初のこれは最初のクリアです。そうです、イエス、クリアできてません。今クリアに向けて頑張っております。初めて、プレイしております。初めてのプレイでございます。よくわかんないでやってるで。あれ、ここって通れたっけ。なんか結局ここってさ、よくわかんねえで。ここ通れたからここにいるんじゃないですか。そうだっけ。よいしょ、こう来て、はい、下に下り、はいはい、ほらほらほら、いけるいける、全然いけるんすよ。いけますかこれ。もうこんなホール板でしょ。なんかいるよ名前はね、完全に覚えてますね。覚えてますよ、何度も会ってます、うん、なぜなら私はベヒーモスを倒した男です。ベヒーモスを倒した男ですよ強くね、言いますよねところで、あ、なんかコメントで、PSX ってなんだ。あ、ファイナルファンタジー、あ、5ってことか。PS、うん、コメントで来てますね。普通のファイナル版やったことないですよ。初代のってことか。 No No No、うん、ラスエッチさんはやってない。俺はやったけど、もう何十年も前のことだから覚えてません。うん、っていう状況ですね。だからもう俺もほぼ初見で、まあ横でちゃちゃ入れてるだけなんだけど、この PS4 のこの FFR、はい、FF7R、うん、はい、FF7 リメイクが初めてのファイナルファンタジー、うん、ラフ君は今までのシリーズもやってないとね。10だけやったぐらいですね。ああ、そうなんだ。でももう全然この有名なやつはやったことがないので、うんうん、あ、それこそあれですよ、スマッシュブラザーズ、うん、スマブラ、はいはいはい、よく聞くね、ニンテンドースマッシュブラザーズで、うん、はい、セフィロスが参戦ってなったじゃないですか。そうらしいですね、うん、全然ピンとこないです名前は知ってるえらいやつが入ってきたなって感じはしますけども、名前は知ってるけども、うん、なんでそんなにっていう。いや、まあ今までね、その例えばスーパーファミコンとか初代のプレステの時だったらさ、あの任天堂のゲームにスクエアのキャラがね、まあ、うん、入るってことはやっぱ信じられないことだからっちゅうのもあるだろうし。確かに確かに。あとスマブラの世界観にセフィロスって重すぎるだろうみたいなね。あ、そん、あ、いや、それネタバレやめてください。いや、別にネタバレなんか、いや、もうすでにだってなんか出てきてるじゃん、なんか重いじゃん、なんかいろいろね。俺は覚えてないからね、セフィロスね。なんか曲は、うん、曲はだってなんかアレンジとかできるじゃん。セフィロス、そうそうそう、重いじゃんあれはそう、ハードコアのスピードフリークっていう、うん、はい、ハードコアアーティストがネタにしてたから、うん、
知ってる、うん、セフィロスの曲は知ってる、はい、人も知ってる、はい、でも FF は知らない、そう、曲も、はい、キャラクターも、はい、二次創作でしか知らないんですよ、はい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 、そういうことありますよね、だから今こうセフィロスを学びたいんですよねまあそれは、ね、この話を進めていけば分かってくるんじゃないですか、今一応ここまでの段階でもね、なんかちょいちょい顔見せてきたよね、まだよく分かんないけどね、なんか序盤にいきなり出てきたから、うん、結構やっぱ重要な立ち位置なんだろうなっていうのが想像できる、うん、ただここに来て一切出てない、今だって、まあ、この辺りはね、そうだね、ティファが、うん、そのなんだっけ、コルネオにさらわれて、で、その後にエアリスがさらわれて、うん、で、今なんですけど、うん、この間、セフィロスな、ノーセフィロス、うん、ノーセフィロス、ノーセフィロスでフィニッシュしそうな、今はね、なんかこのシンラ、アバランチ VS シンラみたいな構図になってるよね、確かに確かに、で、セフィロスは別にもちろんアバランチじゃないし、シンラでもない感じだよね、多分ね、確かに、全然わかんない、多分別の何かなんだよね、それで言うと、うん、英雄セフィロスって言ってましたよね、あ、出ましたね、そう、はいはいはい、英雄セフィロス、うん、だきっとなんか、うん、あれなんでしょうね、きっと、うん、英雄なんでしょうね、うん、何でしたっけ、ナポレオン的なね、うん、こんな感じなんだろうね、うん、バリバリしてる、うん、くれましたね、しびれ、しびれくれましたね、しびれ、花椒でも食べてる、ホワジャオ、ホワジャオホワジャオハイボールでも飲んだんじゃないかなありますね、そういうのね、そう、最近美味しいホワジャオハイボールの店を見つけたんで、あ、マジですか、それ今度行きましょう、うん、ホワジャオハイボールなかなかね、辛いもの大丈夫ですか、大好きです、行きましょう、ぜひぜひ、はい、めちゃめちゃ美味しいところを見つけたんで、いいね、まあハイポーションを見つけてますけどね、こっちはねハイボールなのかハイポーションなのか、そう、ホワジャオハイポーションの話をしてますこっちは、なんかね、どっかで五色でね、お、出たらいいんだよね、ハイポーションなのかハイボールなのかわかんねえみたいな、なかなかでかいのいるけど、別にボス戦ってわけじゃないね、これこれハイポーションかハイボールかで、うん、なんかダメージのなんかあのなんかパラメーターの感じが変わるゲームとか欲しいですね、あ、作りたいですね、ハイポーション、うん、ハイボール、うん、どっちか、ハイボールを飲みすぎるとハイポーションもハイボールって表示されるようになっちゃうでどんどん攻撃力だけ上がっていくみたいな、バーサクですねでもまあ常に状態異常だよね、状態異常ですね、命中率は確実に下がるよね、そうですね、味方も攻撃しちゃうけどしちゃうしねだけどもあと物を落とすとかね、そうそう、ただすげえ加減を分かんなくなってるから攻撃力は上がるみたいな、いたな、そんなすげえハッピーになってるから、なんかあのもらえる経験値とかお金が増えるみたいな、確かにとかね、例えばでもセーブしてロードしたらその分なくなってるって意味ない記憶がねえから経験した記憶がねえから経験値もないみたいな全然ダメですねそれはハイボール見っけたら即捨てなきゃいけないですねそれそうそうそう絶対いらないでしょゲーム的にシャワー浴びたいな、シャワー浴びたいって言ってる、浴びたい、誘ってんなすげえ積極的、あ、これ戻ってませんよ ね大丈夫ですよね、進んでますよね、わかんないあでもすごく敵が出てくるからやっぱ、はい、うん、そうですね、まあまあ、まあ敵と戦うのはね、なんかいろいろ成長するからね、まあいいことですよ、まあ、RPG の醍醐味はバトルですからね、周回っすね、はい、なんかやっぱ昔から周回の感じありましたよね、まあそうだね、まあ RPG の基本だからね、うん、なんか結局ね、そのレベル上げが、好きか嫌いかでね、意見が分かれちゃうんだけどもね、確かに、まあ、たるくなっちゃう時はあるけども、やっぱりね、このね
周回でサクサクっと猫をバンバン敵倒して、うん、あのプレイヤーが強くなるっていうのはやっぱね、そこはね一つ魅力ではあると思うからね、ゲームのね。いやでもいましたよ、周回苦手だけどゲームが好きって、うんうんうん、昔からいませんでした。まあそうだね、弟にレベル上げだけ任してストーリーは進めんなよみたいな兄弟とかいましたね。俺ね今最近ウマ娘ってアプリが、ね、ありますね、出ましたね。であのアニメはね俺と嫁とね一緒に見てて、うんうん、でいや面白いねって言ってて、で、まあ、ちょっとやってみっかでねゲームリリースされたから、うんうん、ただ俺はねもう育成、そのウマ娘育成してレースで勝っていくみたいなね感じのゲームなんだけど、もう育成のパラメータとか結構複雑でね、パラメータとかあとなんかサポートカードを編成するみたいなのもあって、育成系なんすね。うん、いやそれがねなかなかちょっと俺やった感じはこれ俺ちょっと苦手なタイプだなと思って、でちょっと俺のスマホじゃ動作も重いから俺やんねえかなって思ってたっけ、うちの嫁がバキバキハマっちゃって徹夜でやるぐらい。しかも俺のスマホとあと自分のあのあんまし使ってない方のスマホがあって、これまだ入るゲーム入るわっつってこっちに入れちゃったって言って、俺のスマホと2台同時に育成させて徹夜でやってるみたいな、そういうそんぐらいハマっちゃっててさ、馬中毒なんですかぐらいやってる。うわ多分今もやってんじゃないかな。でそので、あの俺のアカウントの方はちょっと俺もちょっと育成用がねえからってもう全部任しちゃってさ、なんか他のなんかイベントとかあとなんかねあれね、レースに勝ったらウイニングライブっつってもうライブアイドルのライブみたいのが、でそれがまためちゃくちゃすごいの、なんだろう、もう全然アイマスとかアイカツとかそういうのに負けないフル CG のバッキバキのライブやるんだよね。おそれがまたクオリティ高いから、で、あの近それの3月10日にパソコン版がリリースされるんだよね。ほうほうほう、だからそっちやったらライブこういうね今見てるようなモニターでそのライブが見れるんだよ多分。なるほど、それが楽しみなんだよね。画質がねやっぱ良くても、うん、スマホのサイズで見るのとだとやっぱちょっと小さいからね、ちょっとね、うん、そう分かりますその気持ち、うん、いやだから、まあ、まあちょっと話戻すと、あの俺は嫁に育成を任してライブだけ楽しもうかなみたいな、ライブとかあとなんか強くなった馬娘をなんかあの育成とは関係ないただレースに出るようなところもあって、うん、レース出さして、あこいつ強いじゃんめっちゃ育てたねってありがとうみたいな。いやそれちょっとディスっていいですかそれははいどうぞ。子育てを奥さん人任せでいいんすかあまあそういうことですよねそれ言われたらかなり痛いんだけども、運動会でビデオ撮ってるだけで子育てと思ったらダメですよそれはそれだそういうことか、言われてみりゃそうだね集会もしましょういやーちょっとね難しくてねちょっとやったんだけどさっぱり分かんなくてさなんかもう数字がボーって並んでさ、うん、ちょっとあんま数字出されるとね俺辛くなるんだよね。数字は確かに難しいですね、うん、なんかあのこういう感じでさあのダメージがいくら入ったみたいなのを見るのぐらいだね、ないいんだけどさ、なんちゅうかあの RPG もさ結局その内部パラメーターでいろんな数字はあるんだけども、うん、なんつうか戦ってる時は出てこないじゃんそういうのさだからそのバイブスでやって、あ今めっちゃ入ったとかなかなか食らわねえなみたいので、あとでさパラメーターとか装備とかを調整してみたいな、まあ、そういうのは割と好きなんだけども、うん、なんだろうね、もうウマ娘みたいにあのああいうシミュレーションゲームってもうがっつりもうパラメーター数字で出されててね、そこでねあーなんかちょっとやだなって俺は思っちゃったんだよね。いやゲームとしてはすごく面白いし、なるほど、ハマってる人もいっぱいいるから全然あのダメなゲームではないんだけどもね、もちろん、うん、ただこれ好みの問題、本当に好みっすね、うん、その数字が好きかどうかっていうのはもうそもそも問題ありますよね、うんうん、数字をこう増やしていくのがそもそも好きな人と、うん、数字は別に興味ないっていう人もいるじゃないですか。バイブスでまずノリでやらせてほしいのよ。そうそうそう、でもう娘はもうノリでやってたらもうなんかね、一番最初のレースは余裕で勝てるんだけども、うん、もう2つ目から全然勝てない、適当にやってたら。難易度高いんだ。さてはい、あエアリスの家か、うんうん、チョコボに乗ったんですよ。はい、チョコボに乗って、うん、そのウォールマーケットには来ました。あこれウォールマーケットですね何にもできねえと
ウォールマーケットには来たんですけども、はいはい、こっから6番でしたっけ、うん、エアリスの家ってなあ気がするね。これだってこれ5番街でしょ。じゃあ5番ですね。ウォールマーケットですね、うん、で5番の入り口だ。あじゃあ これだとこの画面だと今このここにいます。ああそうそう、うん、だからうん、あじゃあ5番じゃに行けばいいんじゃない。じゃあここに行きますね、うん、絶対マムだけは助けてやる。いやマムを助けるってクエストじゃないよね確かね。エアリスの家に行ってあれだウェッチとマリンだっけ、うんの安否を確認するっていう話だよね、うん、多分それ、ね、今日はそこで終わりっすね。まあそうですね、うん、今あ、うん、そうだね、うん、だいぶ迷ったけどそのおかげでだいぶレベル上がってます。2ぐらい上がってます。そうですね、うん、マテリアもだいぶそうそうじゃないですか。あと、うん、いや今回もベヒーモスを倒したっていうのがもう一つ達成ですよこれは。ベヒーモスって、はい、あんな軽率に出るんですか。ねえちょっとびっくりしたね。いや一応ねなんか前触れはあったんでね、うなり声が聞こえるとかね。いやありましたよ。出るタイミングがねだいぶ急に出てきたよね。そうベヒーモスってやっぱちょっと、うん、もう上級のモンスターですね。上級だしそのいわゆる、はい、あれですよ、チョコボレーシングって僕好きでやってたんですけど、それ FF のどれだ？じゃあ FF とは違う。レースゲームなんですよ。はい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 。それは何マリオカートみたいな感じなの？そうですそうです。それでやっぱ最後に隠しキャラとして出るのはベヒモスだった。そうなんだ。へえ、うん。あ、でも分かんない。そう合ってますかね、はい、そう思ってるんですけど。あれ以上に隠しキャラがいたとしたら、うん、ちょっと僕は追い切れてない。お願いだから無事で帰ってきて。こっか、まあ、この先生いるってことは先生いるってことはもう、うん、この辺これの道どっか行けば、ね、先生がいるんだったら近いですよ、はい、はいはいはい。ここだから、あちょっと 今の画面であのびっくりマークのところまで行ったらこのイベントだっていう、そうっすね、ことだよね。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。チャドリー、生き物チャドリー。ここはまあ両方やってからな、うん、バトルレポート。まあとりあえずね、うん、いろいろやってたらあのチャドリーさんにはねまた報告することになるだろうから。最近スクエにハマってるんですよ。ほうほう、 FF 以外にも、まあ、ニーヤーとか、はいはい、まあ、ニーヤーなんですけど、ニーヤーもなんか新しいのが出たみたいな話をちらっと聞いたよ。あれはスマホゲーなんですけど、うんうんうん、なんか FF というか、はい、スクエニのゲームってすごいっすね、うん、まあすごいですね。そうですね、なんかその何か共通点があるんだな。そのキャラクター、はい、キャラクターの魅力ってやっぱいろいろあるじゃないですか、はいはいはい、ありますね。なんかそれが、うん、FF はクラウド、おなんか止まったね、呼ばれたね。トルネオの手下がやってきて、あそうだ、お、うん、その話だね、うん、少し前にだいぶなんかいろいろ時間かけちゃったけど、少し前でしょ、分かるでよ、少し前でいいんだ。トルネオの手下がやってきてエアリスの家の方へ、まあ、そこはね、そう思いますよ。エアリスの家ってどっちだったっけ、こっちか、どっちだろう。まあなんか細い道を行った記憶があるんだけども、そんな感じ。だいたいね、あの、F、こんなとこに現れんのか、右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。あれこっちだっけ、どっちにしてもめっちゃ呼ばれてますよ。あちこち行くのは無理だし、あれでも、うん、こっちでしょ、こっちでいいんすよね、うん、これエアリスへの道のロードトゥエアリスって感じですよ、このロードトゥエアリス。何でも恨みを晴らしてくれるらしい。いやこのねお花の感じいいですよね。トゥトゥトゥー鳴らしましたね、いい音で鳴りましたね今。でこのテッテテですね、うん、僕
うん、耳コピーしたんですよ。うん、てっててよ。てっててよ。はい。一応コメントもいただいてますが、あのね、ちょっとあのスコブルさん、ちょっと寝ないといけないけども、シンラビルのとこにまで行ったらすごく面白いですよと、ネタバレしないようにちゃんとケアしてくれてますね。ありがたい、ありがとうございます。めちゃくちゃ面白いっていう。もうだいぶ面白いんでね、そうちょっといろいろ初見で楽しみたいと思います。うん、あの初見の人のたあの、はい、なんだろう、反応を見たい人は見てください。そうですね。まあそこですね。うん、で家にたどり着きましたね今。いやなんかおやすみなさい。おやすみなさい。いるじゃないですか。うん。頑張って。あれ？すごい応援されちゃったよ。マリンとウェッジのことは任せな。なんかさっきさ、この道中でさ、なんか話し声聞こえたから、そっちの方に行けっつうこと？あいつらを破壊しないとダメなのか。うん、心が痛むな。心が痛むな、うん。でも痛むということはその分。うん、成長しているということです。あいつの右腕。あ、こいつか。俺を探してんだってな。望み通り。だいぶ待ってくれてたんだね。まあ、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。何が出るんですか。出してこい、この野郎。おお。これやばいやつ。やべえ。お前ら全員。ギッタギタに切り刻んで、これやばい、これダメですよ、ダメですよ、これなんかやばいやつ、ダメ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 、なんとなく見覚えがある、いやいやいや、トンベリでしょ、うん、でもなんか、なんかコツが何かすれば勝てるみたいな、トンベリやばいっすよね、はい、うん、とりあえず殴ってみますか、いや、あ、戦闘になりました、うーわー、やっぱそうでしょ、今魔法打ってやられた？フェニックスの、フェニックスの何？フェニックスの王です。お。ヘバルには早いぞ。トンベリだって一撃必殺系ですよね。なんだろうね。まあ、まあ、とりあえずちょっと殴ってみるしかないですよね。いやでも、下手に殴れよ今。もう。なんだろう、おえ、なになになに、なんかすげえ興奮してるこいつ、うん、あ、まあ、でもここで即死ではない、あーなるほど、てます、ね、うん、即死攻撃をしてくるってことだよね、即死攻撃をしつつ、はい、あれだ、即死攻撃をしつつのだ、うん、多分一定よりも上の、はい、なんかこうダメージ与えちゃうと、うん、即死しちゃうんじゃないですか、うん、悔しいが仕方ねえ、任せていいかな、やめえ、やってる、これやば、なんだろうね、なんでこんなん急に出るんですか。いきなり来ましたね、とんでもないのが、トンベリはダメでしょ、うん、FF で緑色を見たら逃げろって教わってますもん、だって。うんうん、大体みんなこいつにね、そういっぱい食わされてるからね、青は回復、緑は即死っていう、でも即死だから別になんかポーションを使う必要もない気がする、フェニックスの尾がいっぱいあるから、あ、消えた、誰かが死ぬ、そしたらフェニックスの尾で復活させてっていうっていう感じですかね、いいのかね、ああ確かにね、うん、お楽しみはこれからだ、楽しんでるやつがいる、楽しんでんなあいつら、あちょっとずつ削っ
ってほらやっぱ、うん、今ぶっ放したんですよ。ああなるほどなるほど。ぶっ放すとこうなるんです。ちょっとずつ削ればいいってことこれだと思います。それ頼んでいい？踏ん張りどころだ。可愛がってやるぜ。多分バレットが一番、うんうん、今ちょうどいい。あれバーストしちゃうの？バーストしちゃうの？バーストいいんですか？でもバーストあ、来た。てる。ああ倒せましたね。クセミ倒しました。あ、クリタ。いやーよかった、これてくれてよかった。いきなりこのお祈りスタイルになるな。見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだが、もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。このセリフありましたね。すりつぶすよ。いやでも無事ね、うん、なんか変に全滅することもなくとんべり倒せたのは、これちょっと一つ FF のねスキルが上がったんじゃないですか。いやどうします、今日トンベリとベヒーモス倒してますよ、はい、倒しましたね。でかいの倒しましたよこれは。え、いいんすかこれ。いやいいんじゃないですか。まあそれだけこうね、結構まあそこそこ長い時間プレイしてるわけだから。うわー、そんな、それはご褒美ですよ。じゃあ次は、はい、次回は、はい、希望を求めて、はい、消えた子供たちをちょっとやっていきましょう、はいはい、そうですね。リーフはだからもうちょっとこの、6番街だっけな。そうですそうです、うん、この辺のちょっとねクエストをじゃあこなしていく感じになりますかね。そうですね。いやーなんかでも達成感がありますね。なんか今回は、うん、自分が強くなったんだなっていう気持ちになりました。そうですね、うん、でも今回こっから次回はちょっとこう人々のために尽くしていきたいな。そうだね、なんかね荒事ではないクエストもね、そうですね、こなしていきたいですよね。おお、君は確かエアリスのボディーガード。誰だこれ。誰だっけこいつ。急ぎで薬草探しを頼みたいんだ。はあ、今日は一緒じゃないのか。今いねえんだよな。実は7番街の事故で。ほう、うん、新しいクエスト増えちゃった。いやまあでも、うん、次回こういうクエストをやっていくっていうね、うん、ちょっとあのクエストの確認の仕方も、うん、次回まで覚えてるかどうかわかんないけども。ぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。材料、素材集めですね、いわゆる。どんどん増えるな。まあこれ一個ずつこなしていきましょう。これはいやでも、うん、初見プレイで、はい、100% を目指したい、はい、100% までいけますかね。満足度。満足度ね。うん、クエスト達成率とかじゃなくて、じゃなくて満足度。満足度はもうだいぶだいぶ 100% だと思いますけどね。今 20% ぐらいですね。あ、マジっすか。そんなもんなの。だいぶ楽しんでるよ俺。 25% 中ですよでもね。分からんもん。数字出されるともうダメですよ。いやでもじゃあ次回はこっから、はいはいはい、またクエストのリハビリを。まあいや多分しばらくそれになるんじゃないかな、うん、えらい量あるからね。 1ヶ月空きましたしね。うん、で、NBR TV は、はい、各週2週に1遍やってますけども、はいはい、FF は毎週やってるんで来週もやりますかの気持ちで言います。はい、まあ多分俺も大丈夫だと思う。なので、あ、ただね、ちょっとNBR TV の方で話した、あれ超大腸検査がどっかで入ると思うので。なるほど。多分その時は一回休むと思うけど。じゃあ大腸だけ置いてきてもらってもいいですか。外してポーンと、ね。まあ人間の体もいずれそうなるかもしれないですけどね。小腸と中小だけちょっと、中腸だけちょっと持ってきてもらって。というわけで、細胞具化でね。次回は細胞具化した中田メタルさんとラフスケッチがお送りしようと思っておりますので、はい、最初トラブルあってすいません、いろいろありましたけれども、お付き合いありがとうございます。また来週お会いしましょう。よしつゲーミング、またお楽しみください。ラフスケッチと中田メタルでした。またね、バイバイ、はいはい。